能登地震の発生から明日で1ヶ月。被災地では懸命な復旧作業が行われています。一方、多くの住民が避難を続ける地域では瓦礫撤去がなかなか進まない事情がありました。能登半島の先端に位置する珠洲市。倒壊した住宅の瓦礫が今も道路にせり出したままです。倒壊した住宅の瓦礫が道にはみ出して車1台がやっと通れる場所というのがかなりあるんですけれども、住民の許可が取れた場所から重機での撤去作業が行われています。珠洲市の宝龍町鵜飼地区です。散乱した瓦礫を路上から取り除く作業が一昨日から本格的に始まりました。住宅の壁や布団のようなものも撤去されていきます。今後、電気や水道下水道の工事を行う際に重機やいろいろな機械や車を通したいので、そのために道路を広げております。最大震度6強の揺れが襲った珠洲市。住宅被害は4815棟に及んでいます。地震の直後には津波が押し寄せます。海岸沿いにある鵜飼地区、今月18日のドローン映像では流された車や壊れた道路の惨状が分かります。2週間近くが経った今日は、宝龍町の鵜飼地区の海沿いです。一本隣では瓦礫の撤去作業始まっているんですけれども、ここはですね、激しく割れたコンクリートがそのままであったり、津波で流されたとみられる車も手つかずの状態です。海岸近くののどかな道は、電柱が傾き道路は陥没、住宅も倒壊しました。震災からおよそ1ヶ月経った今日もその状況は変わっていません。なかなか進まない瓦礫の撤去、手続きに時間がかかっています。基本的にはまず罹災証明の、調査を終えておる地域でして、でそれを終えた後に、まず区長さんやまだ地元の方に、同意を得られたところを順次行っております。実はこの作業は、道路に散乱した瓦礫を被災した住宅の敷地内に戻しています。つまり災害ごみとして別の場所に撤去しているわけではなく、道路上の瓦礫をどかすことを優先した一時的な対応に過ぎません。住宅の瓦礫は家の持ち主に所有権があるため、自治体は所有者の同意なく撤去することができないといいます。皆さんはこちらに避難されている方はいいんですけども、やはり二次避難とか遠いところに避難されている方っていうのはなかなか連絡も取りづらいと思うので、地域を取りまとめている区長たちに協力を依頼しています。区長、全部2、3時前に OK と全部。あ、本当ですか。信号あるところからこっち、この辺りも一応区長が全部了解と。あ、本当ですか。新たに住民の許可を得られたこちらの地域では、2月上旬から作業を始められるよう調整しています。